伊沢の軍始めるわよ。キャドオペレーター向けお役立ち情報チャンネル、キャドオペチャンネル。このチャンネルではキャドオペさんに向けスキルアップ情報、受注単価アップスキル、転職スキルをお届けします。お届けするのはワンオペで男の子3人を育てています、私筋トレがですね、最近ちょっと趣味になり始めた建設のアナザーです。どうぞよろしくお願いいたします。高単価で指名される在宅キャドオペレーターへの第一歩、クラウドソーシングで10万円稼げるようになる在宅ビムシム90日チャレンジがいよいよ始動します。クラウドソーシングって安全なのとか、トラブルに巻き込まれたりしないのかなって、そんなあなたの疑問や不安に答えようと思っています。ステップ6です。クラウドソーシングサイトの危険を回避する方法について。さて今日の花沢はこちら、クラウドソーシングは危険じゃないのか。ですね、ちょっとこっそり私の体験談をお話しします。そして安全なサイトの目安という、今日も3本でお届けします。はい、クラウドソーシングは危険じゃないのか。ネットでですね、クラウドソーシングって検索すると、危険とか危ないとか、大学生とか初心者とか出てきます。せっかく頑張ったのに報酬が振り込まれないとか、契約したのに相手都合で無効にされたとか、もっと怖いのはその怪しい会社に振込先として銀行口座を登録したり、電話番号とかですね、住所とか個人情報を知らせてしまっている場合ですね。なんですが、ご安心してください。私今日はあなたを怖がらせるために動画を作成していません。はい、今回はどのようなクラウドソーシングなら安全なのか、私の実際の体験談も交えてお話しますね。はい、危ないと思われるクラウドソーシングサイトは昔からある大手のクラウドソーシングですね。サイトの方が安心ですよね。昔からあるので、昔からあるから 100% ってわけではないですけど、他よりは安心ができますよね。またこの続きの詳しい話はスラック上でお話しするのでお楽しみに。はい、私の体験談の方をお話しするというところになっています。恥ずかしい話なんですが、私の失敗談と成功談をあなたに共有したいと思っています。まずは失敗談ですね。ネットがやっと各家庭に普及し始めた頃の話です。今から18年くらい前かな。はい、長男を出産後ですね、保育園に無事預けることができ、保育園に延長保育制度があって認めてももらえなくて、どうしても在宅でキャド業務をしなければいけなかった頃の話です。その頃はクラウドソーシングっていう名前じゃなくて、双方ってですね、呼ばれてましたね。個人事業主双方ですね。とある双方サイトでお仕事を見つけて、初めてのところでしたが、1万1万円だったので、子供の保育料払える。ちっちゃいうちって教育料高いんですよ。保育料払えるって思いで仕事を受けたんですが、打ち合わせもして、感触も良かったと思って、調査でもあったら、その案件が流れたので、図面作成が半分しか支払えないと言われてしまいました。でその会社の指定通りに打ち合わせもして、見積もり金額も確認したんです。仕事する前にですね、図面を作成し納品して請求書も作成したのに、その後その会社の担当者さんから別の会社に就職した、その方がですね、就職したからってお仕事の話を再度打診されたんですけど、なんか怖いのでお断りをしました。その当時にはですね、今みたいにクラウドソーシングのようにですね、間仲介業者さんってなかったんです。なのでこのようなことになってしまった原因でもあるように思えます。そして前回とかそこもそうですが、あなたには公平な目で物事を捉えてほしいから、今度は私の成功談というところでお話をします。これはとあるところで片手間で稼いだ一部というところになっています。はい、時給5000円から2万5000円くらいのイメージとなっているかと思います。この仕事、私から応募してないんです。全部。受注者さんがですね、サイト内からの、スカウトメールみたいな打診があって、その時の仕事量を考えて片手まで行っています。はい。クラウドソーシングにですね、ご自身の経歴も含めて記載をしておくと、発注者、クライアントさんからですね、直接打診があることがございます。図面作成だとか講師業の他にですね、某有名ベンダーさんのコラムの執筆だったり、書籍の著作の打診があったりしました。クラウドソーシングサイトに登録することで、発注者の方にも信頼度が上がるようで、仕事を受注しなくても自分の可能性を生み出すためにもですね、チャレンジしてみる価値は絶対あると思っています。この続きの話もですね、スラック上でお話しするので、どうぞ楽しみに。安全なサイトの目安についてです。私が思う目安はこちら、じゃーん。まあ、やっぱり仕事するときですね、依頼するどちらとも利用者が多いところだったりとか、大手さんからの案件が多かったりとか、
そのソーシングサイト自体のサポートに質問ができたりとか、あと報酬の振り込み等の取り決めが明確である、また発注者と受注者の評価が閲覧ができるというところがですね、目安第一だと思っています。仕事をする側、依頼する側ともにですね、利用者の最も多いクラウドソーシング、利用者が多くて活発なところって案が安心できると思いませんか？あなたはどう思われますか？この続きもですね、スラックの方でお話しするのでどうぞお楽しみに。まとめます。ステップの6、クラウドソーシングのサイトのですね、危険を回避する方法です。クラウドソーシングサイトの危険を回避できそうですか？私の実際の体験談いかがでしたか？ネットにはいろいろな海鮮山鮮の情報が溢れていると思います。誰かの失敗も成功も共有することであなたの今後に役立つと思っています。もしあなたが未来を良い方向に変えたいと思っているのなら、クラウドソーシングで10万円稼げるようになる在宅ビムシム90日チャレンジにぜひご参加ください。在宅ビムシム90日チャレンジはこちら、クラウドソーシングなので、クラウドソーシングってというところですね。今回は建築寄りではなくて土木寄りなので、シビル 3D、レビットで稼ぐための操作方法を学んでいただきます。また、発注者と受注者のミスマッチを防ぐ方法、クラウドソーシングの登録方法、あと初めてお仕事を受注しましょうっていうのを動画等ですね、提供します。そしてサポートもします。やってます。今までですね、たくさんの方に指導してきた私が、ビームシムの世界で実際に稼いでいくための方法を惜しみなくあなたにお伝えするチャンスです。近日中に募集開始しますので、ぜひこの貴重な機会をご活用ください。さて次回の花沢はこちら。発注者と受注者のミスマッチを防ぐ方法をお届けするのでお楽しみに。最後まで動画を見てくださり本当にありがとうございます。最後にあれいきますよ。よろしいですか？じゃんけんぽん！まったねー。建設の花沢はノートと YouTube で展開しています。もしよろしければノート、YouTube で私を探してみてください。では、またねー。